エルサルバドルにおいて使用されているマチェーテ・マチェテは中南米の現地人が使う山形名のスペイン語による故障である。マチェット、マシェット、マシェティは同様の刃物に対する英語による故障である。この種の刃物は広く世界的に分布し、日本では番頭や山形名と呼ばれるとその呼び名もまちまちであるが、本校においては広く世に知られているマチェーテ、 マシェットとして説明をする。種として農業や林業で用いられる刃物で代表的なものとしてカリブ海や中南米、東南アジアなど熱帯雨林で物資を刈り払いながら進むために長く薄く作られたタイプ砂糖キビ畑やバナナ園、ヤシ園などにおいて農作物の収穫に用いる道具として陶心が短く作られたタイプ密林地帯などを洗浄として 派遣される兵士に支給される、換給品などがあり、それぞれの用途に応じて、波長、ハンドル素材、形状などには、多くのバリエーションがある。ラテンアメリカのマチェテカーバーのマチェテソーなどを数多く、投げ払う作業に主眼を置いて特化した刃物であり、刀身は厚みが3ミリメートル前後と薄いものが多く、使用者が肉体的に疲労しにくいよう軽量に作られているため、切損。 破壊の観点から相応の強度と重量を要する巻割りや伐採など重作業への使用には耐えない。待ち得手の刀身は通常の刃物より粘り強くなるように焼き戻しの熱処理が強めに施されており、小型のナイフなどに比べて刀身が柔らかく折れにくいように作られている。また、高価な鑑賞用の待ち得手も少数ながら存在するが、 大半は過酷な作業に使うための実用品であり消耗品であるため対象物を切断する性能に対するユーザーの要求と販売価格とのバランスであるコストパフォーマンスの問題から用いられる鉱材は炭素鉱が大半を占め高価なステンレス鉱の製品を実際の作業に使用することは少ない軍用の環球品として納入実績のあるオンタリオ社製の街へでも 炭素鋼で作られた製品であるが、防錆性と戦闘時の非死人性の観点から、エジン以外は艶消しで黒くコーティングされており、必要に応じて OD 色や各種迷彩色に塗り替えられて使用されることもある。ロシアの特殊部隊スペツナーズにおいても、独特の形状のものが兵士に支給されている。殺傷能力の高さから、南米においてはしばしば狂気として犯罪に使用される。 中南米発のネット動画の中には、マチエーテで残首を行っている場面も多いが、日本の解釈と同様で、ケイツイを切るのは容易ではなく、椎間板に合わせて切断しなければ、歯がダメになってしまう。日本国内で市販されているマチエーテは、一般に歯付けが施されていない状態で流通しているため、切れ味を求める場合は購入者が適宜研いで歯をつける、必要がある。 写真の2本の長さのものが一般的で各社とも長めのものと短めのものがある。プレッシオンマチェーテオンタリオ US マチェーテ、ありがとうございます。